爵よーマママンマママンウーマーマンよマママンマママンウーマーマンウェー赤いほっぺは元気のしるしハッピーどこどこくまモンド熊本にあふれるサプライズみんなに笑顔届け本日皆さん九州よかもん平和にお集まりいただき誠にありがとうございます。はい、音が出てないのが大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。皆さんこちらの九州よかもん広場うまかもん楽しんでいただけてますでしょうか。ありがとうございます。たくさん熊本といえば阿蘇だったり天草だったりですね、いろいろあるんですけれども、今日はきっと熊本のスペシャルゲストを皆さん楽しみにこちらにお集まりいただいていることと思います。もうですねスタンバイできておりますので、もう暑い中ですね大変お待たせしております。これよりですね熊本県の PR そして熊本県営業兼幸せ部長のくまもんと熊本城おもてなし部招待によるステージを行います。準備よろしいでしょうか。はい、それではくまもんどうぞステージにお上がりください。皆さん拍手でお迎えください。楽しかったハッピーサプライズ島やってきましたけどもくまもん、イエーイ、皆さんお久しぶりでございます。さあ皆さん盛り上がってますか。イエーイ、そうありがとうございます。皆さんくまもんは好きですか。くまもんは好きですか。イエーイありがとうございます。元気いっぱいだねくまもん皆さんね。さあ、ね、熊本からやってきたんですけどもね、熊本よかったら皆さんにもね熊本のね得意なことで、ね、披露したいなと思うんですけど、その前にちょっとねまたゲストがいるんだって熊本ちょっと呼び込んでもらいましょう。ちょっと待っててね。他にもですね熊本ね一緒に来たんだもんね。さあ誰が来るでしょうか。さあ皆さん分かりますかね。誰なんでしょう。ちょっと待っててくださいね。ねえ皆さん熊本県には来たことありますか。来たことある方、あ、たくさんいらっしゃる。熊本すごいよ、たくさんいらっしゃるんだけども嬉しいね。さあちょっとね準備ができたみたいなのでちょっと変わりましょう。さあね熊本に皆さん来たことあるんだって嬉しいね。熊本もねこの前2月3月とか来たね。熊本なんか広島にもね来たんですけども、はい、じゃあね他にもゲストがいらっしゃるってことなのでちょっとお願いいたします。はい、じゃあ皆さんお待たせしてすいません。熊本もお待たせしました。ですね、これから登場いたします、熊本城おもてなし武将隊皆さん登場です。どうぞ。お、パチ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 、すごい
とうございます。さあよろしくお願いいたす。あ、殿の覚醒器が入っております。よし、それでは改めて皆の者名乗りを上げよう。拙者加藤家家臣南条玄卓と申しまする。拍手。イエーイ。無前小倉城城主にして肥後細川藩細川忠興と申しまする。熊本城初代城主加藤肥後守清正でござる。熱き思いをこの胸に我ら熊本城をおもてなし武将隊拍手。さあこの日は我らと共に熊本と盛り上がってまいろうではないか。何卒よろしいお頼み申す。お願いいたします。じゃあここで皆さんとね、おもてなし武将隊と熊本と一緒にダンスを披露したいと思います。さあ皆さんダンス見たいですか。さあ今から踊るのはまんま熊本という曲です。皆さん知ってますか。いやちょっと半々ぐらいかな。さっきに比べたら少なくなったですもんね。これでね、たくさんの人に知ってもらいましょう、くまモンね。それでは早速行きたいと思います。くまモン準備はいいですか。 OK、 それでは行きましょう。ママくまモンミュージックスタート。はい、ポン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 手拍子お願いします。武将隊の皆さんもね、完璧だったですね、今日ありがとうございました。ね、よかったね。皆さんどうでしたか、ダンスは。 ありがとうございます。よかったね、嬉しいね。くまもん皆さんありがとうございました。嬉しがっとる、なんか腰フリフリしてる。いや、誠に嬉しいの、皆の衆こんなたくさんな盛り上がってくれて。
あね、まあ、マネージャー熊本のね PR とかをだんだんねしていきたいと思いますので、うん、さあこのままバトンタッチしてもよろしいですか。はい、わかりました。お願いいたします。承知いたした。ありがとうござる。くまモンとも一緒にやってってもいいんじゃん。はい、じゃあ我々もちょっと前の方に参りましょうか。ね、よろしくお願いいたします。はい、ご無礼いたします。さあ改めてくまモン前に来て、よい、そうじゃそうだ、よい、並んでもいいけどな。一緒に行こう。さあこたびは熊本を代表して共に参ろう。はい、では改めて我らのな、うん、熊本城おもてなし武将隊です。よろしくお願いいたしますね。よろしくお頼みます。熊本の体感すごい、ギリギリ熊本の体感すごい。いやギリギリすぎる。あんまい、ちょっと後ろ行きな、もうちょっと後ろ行きなさい。同じぐらいのところに立ってもらおうかな。行きすぎだね。行きすぎだね。ちょうどいい塩梅で、あんまい考えてくれ、あんまいを。ちょっとなこれドタバタし話が進まんじゃないか、うん、本当に。よし、本当にの、あ、もう笑ってる笑ってる。もういいかと。はい、で、まあ、何の話かなと思うかな。ドタバタ熊本についてのいろいろと知ってもらいたいわけじゃな、うん、清正殿。はようにござるな。あ、まずは我らのことを初めて見たよというのもな、どれくらいおるかな、ちょっと手を挙げてみてくれ。初めての方。熊本はもう何回もあるんじゃないかな。我々武将隊はあんまり知らんがの。なあ、そうだな。何かおられるだな。あ、意外と意外と。あ、ありがとうございます。なるほど。話せない。まあ、ではな、まずは我らのことを皆の衆に説明してまいるところから始めてまいろうではないか。故に玄徳、我らの説明をお願いいたす。承知いたしました。改めまして、我々熊本城おもてなし武将隊と申し、加藤清正公を筆頭に毎日城西園と、そして熊本城天守閣前にておもてなし演舞、そして熊本の観光魅力を伝えている者たちにございまする。またお声がかかればこのように県外へと長谷さんじ、このように盛り上げてまいる所存にございます。ぜひとも我々のことをもっと知りたいと思った方は熊本城おもてなし武将隊で検索をよろしくお願いいたします。この度はこの場を盛り上げるべく熊本と、そして我々3名いて、発散しました。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお頼み申す。さあこの度は我ら都道で参ったのは、この熊本の素晴らしさを皆の衆に知ってもらいたいからなんじゃな、はい、熊本行ったことあるよというものはどれぐらいおるかな。はい、ありがとうございます。おー、たくさんおります。ありがとうございます。じゃあ、じゃあ逆に行ったことがないよという方は正直に言うし、正直に。大丈夫じゃ、大丈夫じゃ。ああ、何かやっぱりおられる。そんな怒られるじゃないか。これから、じゃあこれから、これから行くから、これから行くからな。知らない方のために説明してもらうから、知ってる方もな、ぜひぜひ聞いていってくださります。さようにござるな。さあ皆の衆知っての通り、以後熊本は熊本のほぼほぼ九州のほぼほぼ中央に位置する都市にござる、はい、おへそ、ね、九州のおへそに、うん、さようにござるな、はい、熊本城という見事なお城があるわけじゃ。この熊本城はな、400年前戦国の末に建てられた城なんじゃけれども、誠に非常に守りの堅い強い城であると現世で言われております。うん、そんな熊本城なんじゃが、前年の2016年の熊本地震によりて大きな被害を受けてしまい申した。まあ、しかしながら皆の衆の温かい支援のおかげにて、今は天守も復旧いたして、特別見学通路もできて、皆の観光に耐えられる素晴らしき城へと戻ってまいっておる次第にござる。まあ、しかしながら、まだまだ熊本城全体が復旧するまであと30年ほどの時がかかってまいる。まあ、しかしながらな、日々毎日復興を道を進めておるわけじゃ。今も熊本に来てくれたら、今しか見られない熊本が見られるのではないかなと思います。そんな中の代表的なものとして、我らからは2つの櫓を皆に紹介してまいりたい。まずは1つ目、宇土櫓の紹介を円卓お願いいたす。承知いたしました。さあこの宇土櫓というのは、熊本城の中でも第3の天守閣と言われている立派な櫓にござった。こちらも震災の影響にてひどく傷んでしもうたが、現在は復旧作業に入っている最中にござる。そしてこのゴールデンウィークは3日4日、そして5日と3日間内部公開を行っておりまする。ぜひ明日熊本に行くという方は、明日までこの連続の公開を行っておりますので、宇土櫓の内部公開ぜひとも参戦していただければと思う次第。さらにこの宇土櫓のこの内部公開は、このゴールデンウィークだけではなく、毎月第2日曜日に行っておりますので、そちらをめがけてお越しにいただければと思う次第にございます。ぜひとも宇土櫓内部公開よろしくお願いいたしまする。
ありがとうございます。かたじけない。さあ、そんでもう一つの櫓ござる。こちらはな、なんならば宇都櫓よりももっとあれじゃ、公開する期間が限られておる場所じゃ。もう忠興殿、さようだな。この剣物櫓と呼ばれる櫓が最近ようやく完全復旧を果たして5月3、4、5公開中でござりまする。まあ、次がいつ公開されるか分かりません。まあ、もしかしたら10年後かもしれませんし、誠に分からない状況でございます。この機会を逃すことなく明日ですな。明日、今日みんなここで祭りを楽しんでもらってるけれどもな、明日もし熊本に行くよというお客人おられましたならばな、この剣物櫓も注目していただきたい。細川家の家老長岡剣物というものが管理しおった櫓でございます。ぜひぜひ皆様方よろしくお願いいたします。いやー、明日熊本遠いよ、行けないよというふうにな思うものも多いじゃろ。でもな、こっからじゃと新幹線なる鉄かごにて1時間半近い、もう行くしかない。参勤交代の時と考えれば本当にすごいことだから。もう何日もかけて江戸まで帰ってたから、あっという間じゃからな。そうよ、で明日熊本城来てくれたらまた我らと会えるし、また我らも演舞いたすからな、ぜひとも足を運びいただきたい。はい、というところで、この熊本をもっともっと皆の衆に楽しんで知ってもらえるように、我らからはクイズ大会をやってまいりたい。クイズ大会、出よう。さあ、クイズ大会でございます。我らが出題して、そして、まあ、の正解した、まあ、1人当ててまいりけれども、はい、正解した方にはなんと賞金、ね、賞品も、ござります。それからの賞金じゃなかった、賞品じゃからな。素敵な贈り物がございます。まあ、すまんすまん。まあ、では早速やってまいろうかな。あ、健太君、1問目お願いいたします。いたしました。では第1問、熊本県営業部長兼幸せ部長であり熊本を代表する人気者くまモンであるが、その年齢は何でしょう。では A 5歳 B 10歳 C 秘密。さあ、どれでしょうかということで、はい、1人当ててまいりましょうか。そうだ、そうだな、分かるよという方挙手をお願いいたします。勘で当ててもよいぞ。さあさあ、どうしましょう。いかがいたそう。あ、じゃあ健太君、お主が元気なちゅうものをあげてくれ。元気よくあげてくれ。あ、素晴らしい。ちゃんと見てない、ちゃんと見てない。ではそこの赤い着物の姫、そう、赤い着物の姫、兜をかぶった。あ、素晴らしい。さあ、答えを聞かせてくれ。答えは、じゃあお姉さんに言って。あなたの今日参りました。3番 C 秘密。秘密正解。よー、正解。よかったよかった、あっぱれにござる。それでは記念品の贈呈者皆の衆、大きな拍手で、はい、さあ叩いてやってくれ。いや、素晴らしい、見事じゃったな、玄太君。はい、そうでございますね。秘密なんですな。秘密なんじゃな。秘密なんじゃな。あ、すごい。素晴らしい、素晴らしい。まあ、くまモンのことを皆の衆に知ってもらえて嬉しいな。それでは早速ながら第2問、この度は熊本の観光についての問答にござる。はい、では忠興殿、お願いいたす。はい、じゃあ続いての問題、わしから出題してまいる。では、熊本三大名物ではないものはどれであろうか。では一つ目、はい、からしれんこん。ほう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 。二つ目、馬刺し。ほう。三つ目、豚骨ラーメン。あ、いいですね。さあ、1、2、3のどれじゃろうか。わかる方挙手。どれも美味しいですな。どれも美味しいです。全部名物じゃけどな。美味しいんだけどな。じゃあ田中子が、そうじゃな、さっきこっちに当てたからな。はい、ここに当てまいりますか。うん、そうじゃな、すっごいな、ずっと揚げとるんじゃこのお子がな。姫気味で聞いてまいろうかな。はい、ちょっとな、
じゃあひまわりと、ひまわりとな、政治の方、雪の女王のな、なるほど、あのな、3番の豚骨ラーメン。さあ正解は3番豚骨ラーメン正解。こちらも食べてほしい、はい、歴史的なもので言うと、はい、たらしレンコンの細川家昔の食べた大事な食べ物、うん、そして馬刺しというものは、うん、はい、こちらの加藤清正の籠城戦で食べたというの、はい、この一説もござる。しかし豚骨ラーメンも、うん、熊本ラーメン誠に美味でござります。これはとっても美味しいということです、ね、ちょっとたらしレンコンといったらこの度お食の陣あのからしれんこん来ておりますから皆さん、ぜひからしれんこん食べてみてください。それではもう一つ、では三名物のもう一つ何かというと、はい、いきなり団子と呼ばれるものなんじゃな、うん、いきなり団子も皆の衆あちらにございますゆえに、はい、ありますね、人も召し上がっていただければ嬉しい限りじゃ、はい、他にもの熊本の観光情報さまざまござるで、この全体をな、はい、十分に楽しんでいただければ嬉しい限りにござる、はい、といったところにて我らからのな広報中のはこれにて以上なんじゃが、熊本のお姉さんとの何か伝えたきことはござるかな。はい、ありがとうございます。皆さん今日は本当にありがとうございました、ね、熊本に来たことない人もよかったらね熊本に遊びに来てくれたら嬉しいです。今日は本当にありがとうございました。今からちょっとブースの方には行くんですけども、皆様熊本が通りますので道を開けてくれるようにご協力の方どうぞよろしくお願いいたします。この後ですね14時からチューピーステージ奥の方でもステージをやりますので、よかったら皆さんまた遊びに来てください。それでは以上熊本サプライズ熊本大隊長の熊本でした。ありがとうございま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 す。さあそして我らもな、うん、最後に一言言ってまいろうかな。さようにござるな。さあ我らもな、今言うてくれたように FM チューピーステージなるところにて午後2時から演舞を披露いたす予定にござる。皆の衆ぜひとも足をお運びいただきたい。それではこれにて我らの時間はしまいとまいなる。最後までお付き合いいただき誠にありがとうございました。